邪魔ーす。さあ今週も始まりました、ウイチと光の日の丸放送 STC です。問題が、はい、こうどこでしたっけ千葉県千葉市は稲毛区にございます、はい、日の丸パチンコ六方亭さんにお邪魔しております、はい、私が STC STC、私がチャレンジャーでますね。さあ問題ですって何ですか。いえそのどこだっけ、場所が分からない。そうなるほどね、クイズが出るのかと思ったんですけれども。なるほど、あーなんか喋りながら、うん、あー忘れたーなるほどなるほど。今日のラインナップ簡単に見させていただきましたんですが、はいはいはい、もう一択なんですよね、正直。一択。なるほど。ねえねえ島娘。ああ、なるほど、なるほど。狙い台はね、もうこれ一択ですね。最近ハマっておりまして、いろんな意味でハマっております。ねえねえ島娘なんですか？そのねえねえ島娘、ねえねえ島娘じゃない？あ、それ微妙かな。ジャグラーとジャグラーぐらい微妙かな。ねえねえ、俺はねえねえなんですよ。ねえねえ島娘か。標準語だった。いやだから略すときはねえねえって言うけども、いや俺は島娘あるいは娘。ねえねえって略す人ど素人だよ。いやほんとど素人。ねえ島、ねえ島もう超ど素人。ねえ島ない、最下層ステージでございますね。ねえ島、ねえ島っていう人はそういうことでございますね。あとはまあギリギリのプロゴルファー猿ゴルフ、ゴルフっていうのと近いですね。非常に近いですね。非常に近いね。なことはいいんですよ、はい、あと抑えは鉄拳デビル。デビル、はい、うん、まあこの2択、あ、まああとモンハン最新代ですね。鉄拳デビル、デビルは最新ですかね、はい、そうですね。まあこの2択プラスモンハン3択ン、はい、だんだんまあ択が増えてきてるんですけど、最初1択って言ったんですけど、その他何もなしですか。あれ、あの法則ね。ああ、はいはいはい、法則はねもう一通り正直言ってやり尽くした感がなきにしもあらずだと思うんです、はい、お互いに。だからまあ5月の16日、はい、まあ1と65、あとまあ六方店さん、あ、くしくも六方店さんで16日なんですね。66なんですよ、うんうんうん、そう考えるとまあおそらくもモンキーターンの466とかには椿山荘ぐらいを入れてくるっていうね。もう俺分かるんだよね、やっぱお互いにも何十回もやってますんでね。あ、その辺分かるんだよねっていう割に、うんうん、当たったことほとんどないです。ほとんどないっていうか一回もないんだよね。僕がそれ言うならまだ分かる。まあ、最近ズバズバ来てますから。まあここのお店の島津的にですね、はい、島津というか島構成的に、はい、結構なんつうの、法則をつけやすいんですよね。いわゆるこうきっちりした島構成になってますんで。おお、だから逆に角6とかね、角6に絡めて、うん、もう逆側から見たら角3だよみたいな言っちゃう。そういうのをやるじゃん。あ、角6は逆から見たら角4でしたみたいな。なるほどなるほど、はい、そういうこともまあ視野に入れつつまあなんか打ちます。なるほど、うん、そんな感じです。とりあえず44番でね、あ、でもねえねえ島娘、全然だよ、もうガン好き。ねえねえとモンハンは取れる。ねえねえ島娘なんですか。ねえねえ、ね、娘だよ。ねえねえ、ねえねえ島娘。いや、標準語で言うと違う、あのね、疑問なのはそのねえねえが、うん、ねえねえなのか、うん、お姉さん、あ、でしょ、うん、だったらねえねえ、あ、ねえねえ島娘、ねえねえお姉さんのことをねえねえって言ってるんだ。そうおそらくそれどっからも聞いてない、今俺が思っただけなんで。というわけでね、まあ何か打ってますんで、もしよろしかったらお声掛けください。それでは STC の STC 始まりスタート、番組ご覧の方はお分かりかと思いますが、僕は数字にこだわることをほとんどいたしませんね。まあ、たまたまひらめいたその角3に集めましたとかやりますけども、開催日、並びにそのお店の語呂にちなんだこう数字的な遊びをほとんどやってないんですね。あの人オープニングトークでやり尽くした感があると言ってましたが、それはあの人の話であって僕はやっていない。さらに言うとですね、今日は5月の16日、5というのは、
まあ、麻雀やる方は分かると思いますが、ウーでございますね。ウー一ロー、ウイチローの日なんですね。これはもう記念日だということで、まあ、5まで絡めるとちょっとややこしいだろうということで、徹底的に末尾1と6に集めさせていただきました。いつものことながらですね、1と6に集まってはおりますが、全部が全部当たりでは、ございません。で、まあ、惑わす意味はないんですけども、その他にも散りばめてあったりはします。で、今日は本当にその一郎の日なので、かなり普段だとそのメインのところにはほら椿山荘がこうバーってある感じじゃないですか。違います。もう上2つどっちかがボカ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 っと入っております。さらにですね、注目の寝台鉄拳デビル、こちらオールになってございます。ちょっとね、いろいろ見てみたいという興味がありまして、上から下まで全部を使って、いろいろ眺めてみたいなというのが一つ。さあ、そして一段と声が小さくなります。沖さんが本命だとおっしゃられていたねえねえ島娘、おそらくそこ行くんじゃなかろうかという意味も含めですね、本日6台あるうちの半分に陳大牧師という、ものを使わせていただいております。でもね、44番どうなんだろうな。そんなにね、朝一からこう狙われる棋士はないと思うんで、普通に無難に行くと、あのお方は、角にあるダイナミックを打ち始めると思うんですよ。でねえねえのダイナミックどえらくきついですから、これでこう爆死覚悟で突っ込んで最後にドッカン行くのか、僕の読みでは追い切れずに途中でもう入ってないと諦めてのたうち回るという、面白い展開に今日なってくれるんじゃないかというふうに思っております。ねえねえ追っかけてください。頑張って。お、元秋選びたい放題2,4,6代目、これだろう。2,4,6代目邪魔なんだよ意味もなくゴッドとか打ったら死んでくぜ。大丈夫です、頑張ります、頑張ります。というわけでね、横になんかもう怖そうな若い人が来ましたけれども、388なんとなくチョイスしました。ダメなら移動しますんで、この状況ならなんとかなるんじゃないですか。娘ガーキってことはね。ねえねえ、右角と内角でございますね。これね、今こっちのカメラさんに台番に寄ってもらっちゃうとまずいことが起きますんで、私左から読み上げていくだけにしますが、393、392、391、そして390、389、388となった。ホストに囲まれてる、ホストに23歳のホストの連中。あ、そうなの。本当、本当に本当。なんかいかついなと思って喋ったら今日はじゃあハーレムってことですか。ハーレムですよ俺にとって。必然的にですね、ねえねえまだ3台余ってるわけですが、ちょっとこっち側から撮ってもらっていいですか。こっち側から、まあ今 右半分、座られております。簡単に言うとですね、左の端から当たり外れ、当たり外れ、当たり外れというふうになっております。当たり外れ、当たり外れ、当たり外れ、外れでございます。2分の1外しております。ただ、早い段階で見切りをつければ全然余ってるところに、余ってるところにダイナミックとマキシマムがございますよ。さあどう動くか。さあ
改めましてこんにちは、おぎひかるでございます。388、島娘ゲットしたんですけど、さっき言い忘れたもう一つの理由、角から6番目ね、角6でございます。六方天の6、本日16日の6ということで、まずはここからスタート。まあ250万して泣かなかったらやめますけどね、とりあえず。世の中のお店はこの島娘の扱い方を知らなさすぎると。一番楽しいっていうか荒いのは5なんですよ、もちろん普通設定なんだけど、今の人たちはそういうの求めてないっていうか、通常時こうやって何にも起こんないでしょ、だからやめちゃうんですよね、5とか入れても。それならそれならですよ、オール2の方がまだいいと。とにかく偶数を使ってほしい、246、2ベースの46入れっていうのが理想だっていうのをとくとくと説明したわけですね。多分ね、特地それ読んでんだよね。お、ペナったね、若造がペナったね、よしよし。というわけで今日は246しか使ってないはずです、本当に。この娘の6台に関してはね、おそらく2が3台、4、2台、6、1台、あるいはオール4とかなくはないですね、なくはないです。だから娘です。ラジャおかしいっすね。オール偶数だったらそろそろ誰か泣いてもいいと思うんすよ、思うんすよ。やりやがったなあいつ。俺が娘好きなの知ってるくせに、人のウェブログもチラチラ見てるくせに、あんだけ偶数だっつっただろうよ、本当によ。分かってない、分かってないリストに加えますよ、僕の心の中の娘の扱いを分かってないリストに。まあセオリー的にはこれ移動だな。いやでもな、この台にこだわる理由はないじゃないですね。うん、やっぱ移動しよう。ちょっと平成生まれのホスト台をえなろう。平成生まれのホスト台、ペナルティ2回炸裂させた。まだ131しか回ってないんで、こっちを信用して偶数に期待して移動しましょう。おつやみたいだよ、おつや、娘の島が。あ、チャンスやーく、泣いた。ああ3の3でダメ。本日元の台に戻ります。よし、大丈夫。 OK OK OK、 よし来い。あかん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 。よし、超楽しい、超楽しい。はい、おめでとう。本日4回目、この台では3回目。おはえもんじゃ全然ないですけど、とりあえずお初いただきました。
420ぐらいですかね。さあ来い、さあ来い。まあ、1ゲーム目は来ないです、基本的には。こっからでございます。コブ、ここもコブ、ここからチャンスゾーン。よいしょ、よいしょ。長かったですけど、ここでリプレイだったらあるんですよ。ない、終わりました。ファーストチャレンジ失敗。ただレグ後、初当たりレグ後ね、単発っていうか上がんなかった場合、100ゲーム以内ぐらいはあのレグの連チャンのチャンスなんですね。ゲーム数テーブルおそらくあるんで、だからそこまではある程度、最低でも50ゲームぐらいですかね、までは打った方がいいんじゃないかな。今あのネーネーの当たり台が全部埋まっております。俺さ、偶数がいいって常々言ってますよね。あ、言ってますね。重すぎるんですよ、前代が。ああ、じゃないですよ。え、偶数だと軽いんですか。偶数200分の1、奇数250分の1、初当たり。あ、だから奇数使うのは間違ってんだって言ってるよね。それはちょっと知らなかった。叫んなよ、もう。もうすぐ第2枚ですよ。ああ、そうです。今やっとレグ1回当たったんで、1回当たった。ああ、あとはまあ軒並み動いてるかな。なるほどね。まあまだまだ1時間ですから。さあ、このタイミングでまだ鉄拳デビルが空いてんのかどうか、角台ですけれども、空いてた、空いてる空いてる空いてる。412番ゲット。さっきちょっと狙ってたんですけど、朝一打ってた台、朝一打ってた台。いやー、ちょっと待って、隣2回目で上がってんだよね。
隣がね、2回目で上がってんです。偶数狙おっか、偶数ね。いやー、まだ分かんねえ。あっ、この目って、あー、まあ押し位置に寄って出んのか。キュイー、右から押して。あ、邪魔す、あ、邪魔す。上がれよ、ほら、やろう。さあ、おまカフェしました。行ってまいります。よいしょ。あ、ああ、大丈夫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 、こういうことだよね、お役でございます。よいしょ、おはようございます。全国の日の丸放送 STC ファンの皆様、おはようございます。総投資第4枚、賞2枚、苦節数時間、ついにやってやりました。これ傘つきます、展開的に、うん、傘つくと思います。つかなかったら2か4だね、それでいいや。あ、これここでもし終わったらもう一丁ビッグ、あるいは火災。あ、まだ復活あります。終わった。いきなり傘の可能性もなくはない。よいしょよいしょ。いやー、教師生活25年、ついにやりました。久々だよ。やったー。これあるあるある、助かります。ナイス。中から押して。はい、よいしょ。長いよ今日、長いよ、今日長いっす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 。頑張ります。おっと、私の目の前でねえねえのマキシムが開きましたが、奥さんがこちらチヌでございます。手応えアリス、手応えアリス、はい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 。朝2回目で上がって、その後2回単発で放置されてたら、案の定3回目で上がった後の傘、しかも3セット3セットって来てるから、もう下手したらこれ、下手したらこれ、これかこれで、角がチンザビッグが3連してるんで間違いない。もうセット行こう、ついでだよ、ついで。うわ、一応継続かどうかだけ確認します。はい、わかりました。じゃあ、次週のドアタマ、傘が点灯するところからスタートします。マニフェストでございますね。それではエンディングどうぞ。ふー、危なかった。危なかった、危ない危ない。途中まで、はい、ゴミみたいなレグ1回、ゴミみたいなデビルラッシュ1回、要するに何にも起こらない。 あれ単発だったんだ。単でございます。あー、なるほど。あなた知らないと思いますけど、はい、この5時間で、5時間ってお時間で、はい、第4枚
賞2枚いっております。それまで何の見せ場もなかったんだよ。早い、4-2でます。しかし今日はちょっとあれじゃないですか、行くかと思った。ファステスト行くかなっていうか、実際多分前半戦の時点で、はい、4シーズン以上っていうのはあんまりないというか、めったにないことなんで、この番組ではね、お通しがね、そう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 、だからもうちょっとやばいな、12枚まで覚悟してたんですけど、なるほど、なんとか刺さりましてね、おかさちゃん現在700枚ぐらいですか、ね、なるほど、完璧に見えてきたとおっしゃっておりましたが、悪くないですね、やっぱ娘はトータル的に。それだけですか。あなたの言う完璧に見えたっていうのはそれだけですか。実はそれだけなんですよ。ねえねえは悪くないですねっていうのだけしか見えなかった。そう、悪くはなさそう。一応なんか店内回られたりは回りました。それで、はい、ナベディの、意見としては、はい、末尾7でしたっけね、が良さそうっていうのと、角が良さそうっていう、あともう一つね、すごくいいこと聞いたんですけど、はい、末尾4がいいんじゃないかと。 4? ホストのお兄ちゃん平成生まれの、あーはーから言われて、え、なんで平成生まれ、はあ、なんで4なのって言ったら、沖さんここ四つ街道ですよ。出た。やっぱね、そういうことよ、見てる人は違う、うん、住所なんだよ、うん、住所。俺がそこまで知ってると思うかっていう話だよね。そうだよね、うん、で、松尾4見たら稲毛区にあることすら確認したくらいなのに、ね、松尾4ね、そんな出てない。稲毛っていうのもありますよ、だとしたら。ああ、なるほどね。それ言ったらもう10個の数字のうち、そうそうそう、何でもある、7個が埋まっちゃうんで、稲毛の四つ街道の6歩、うん、もうそれだけで5個、うん、そういうことですよ、ね、そういうことですよね。まあまあ、でもね、とりあえず掴みました、掴みました、好感触ということですね、もうこれ、これ、これ、どれか鎮山以上は間違いないです。最初に僕に苦情を言ってきた時に、お前、あれほどねえねえは偶数だと言ったろうという話をされてましたけども、いや、もう偶数と、うん、どうぞ、偶数とか関係ないのよ、傘さえつけば傘さえ傘をつけるスポーツだから、そこまで持っていければ、持っていければもう何でもいいんで、あ、なるほど、角も悪くないんで、合ってました、僕の予想は。案の定、え、素直に角行ったら素直に悪くはないんだけど、でもあえてもうちょっと上を狙う、多分ね、矛盾したこと言ってるのは分かるんだけど、いやいやいや、意味は分かるよね、なんとなくね、どうせ角に入ってるとしても鎮山だろうだろうと。でもね、ダイナミックの可能性がすごく出てきたんで、角どこがですか、角が、あ、うん、ビッグループビッグループビッグループの傘っていうね、これ結構奇数設定に多いんじゃないかな、俺の思う全部体感で喋ってますけど、ね、そうでしょ、うん、ねえの知識は、うん、初代の4号機の基本4号機の話をしてますんでね、うん、しかもそう知ってるかのようにお話しされてますけども全部4号機の知識なので、うん、5号機ね、まだ4日ぐらいしか打ってないです。なるほど、4回ぐらいしか、まあいいんです、それで楽しければ。わかりました、はい、じゃあ、後半も、はい、頑張りますよ、頑張っていただきたいと思います。今週はこの辺で、この辺で失礼いたしましょうか。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウイチと光の面白いテレビ、毎週月曜配信、ゼニゲバ、毎週火曜配信、嵐と松本、毎週水曜配信、キャプテンタク、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。